はい、皆さんどうも、ピーマンです。今回からですね、ダークソウル2の実況していきますよ。過去一度実況しててね、ストーリーもクリアしましたが、またまた始めていきたいと思います。このダークソウル2を作った会社のね、最新作のゲームがですね、3月に発売されるので、その発売されるまでにはストーリークリア目指してやっていきたいと思いますよ。じゃあ今から始まるピーマンが繰り広げるはちゃめちゃなダークソウル2物語、いきますよ。レッツゴー、やってきた、行くぜ、レッツゴー。クリア目指して全速力で走る走る。俺たち流れる汗もこのままに、いつかたどり着いたら君に打ち明けられるだろう。イエス。ちなみにね、このダークソウルはね、ムービーの多いゲームですが、ムービーの方は基本スキップで飛ばしていきますので、その辺よろしくお願いいたします。私の名前はピーマンでございますよ。多分合ってると思う。いや、間違い、いや、違う、やっぱ違うような気がするね。ババアの会話はいいんだ。さて、ババアの長い会話が終わり、今からね、顔の方を作っていきたいと思いますよ。スセ、まず送る、何にしようかな、スセは。もうこれはシンプルに戦士でいいでしょう。贈り物はね、何にしよう、生命の。生命の指輪。あ、これいいかもね。OK, OK. せ、あ、人。うん、OK。生命の指輪、こちらでいいでしょう。そして、体だ、体。体。性別はやはり男でしょう。私は男として生まれていくんだ。ムキムキがいいな。でっかい。おー、ビクビクビク。ビクビクビク。でかい、デブじゃねえか。うわー、ムキムキ見て、これみんな。体。あ、でも筋肉が見えないのか。服邪魔。服脱げ。今、筋肉見たいんだ。顔がすごく可愛いね、これ見て。こんなやつが今からこの世界回っていくの。顔自体はものすごく可愛いよ。守ってあげたいわ。髪の色、うん、髪の色はどうしようかな。やっぱりピーマンなんで緑でいいでしょう。濃い緑、うん、どれにしよう。これピーマンっぽいね。これでいいでしょう。おい、おわけ、すごい眉毛。すごいボーボン。でもこれでいい。おほほほ、ヒゲもじゃ、ヒゲもじゃ、何このヒゲ、仙人かよ。こっち仙人だろ、これラスボスじゃねえか。髪の毛だ。さて、髪の毛は何があるんだ。あーあーわー、ハゲ取るやないか。ものすごいハゲ取るやないか。あー、絶望だ、絶望だ。これも、これもハゲるね。いずれこうなるわ。これがこうなるならば、これでいいでしょ。OK、髪の毛はこれでいいでしょ。じゃあもう体の方はこれでいいかな。はい、じゃあキャラクターの方を完了いたしました。ババシネ、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 ランボナ、ランボナ、ランボナ、死ね、死ね、死ね。悔やめ、悔やめ、立ち去りなさいじゃないよ、あなた。あなた死ね、あなた死ね、死ね。お、武器取り出した、武器取り出したよ。まずい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 、カモン。いきなりババアとの対決だ。オーケーオーケー、そんな武器でどうするつもりじゃ。私は当たらんぞ。オーケー、後ろがら空きじゃ。死ね、自死か。あ、間違った、おばあちゃんにも攻撃してしまったね。カモンカモン。あ、おいや、あいげちゃん、ババア死ね。何かアイテムを落とした。なんだ、何を落としたんだ。人の像かける3。椅子に座ってるけどさ、あんたも分かってるでしょ。ねえ、あんたもああなるんだよ。ほい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 、椅子座ったまんまじゃ死ぬぜ、ババア。オーケーオーケー。ひたすら殴る。虐待じゃねえか、これ。これ虐待だよね。 DV だよね。老人 DV だよ。でも関係ないからね。おばあちゃん、話が長い。おばあちゃん、話が長い。ウェイ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 、ヒエヒエ。何このババア、喜んでんじゃねえか。お前なんで喜んでんだよ。怖えよ怖えよ。お前もじゃ、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 お前もじゃ。ほほー、ひたすらサンドバッグですよ。自死キャー、自死キャー言うとるよ。ありえない、殴ってこんな音出るかっていう音出てるよ。聞いてみんな。どこ殴られてんだよ。ブシュブシュバシュバシュ言うとる。おお、アイテム落とした。何落としたの。このババアはアイテムくれるね。人の像かける6、めちゃくちゃもらえたよ。おばちゃん、気づいてるよね。他の3人倒したからさ、あんたもさ、あんたもああなるんだよ。おら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 、キエイ。また喜んでる。このおばちゃんも喜んでるね。ヒエヒエヒ。
はい、ここにいた奴ら全員俺が倒したったわ。どこ2階に参ります。確か2階にアイテムがありましたね。何がある？パラ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 ーン。何？人の像。ほうほうほう、いいね。このゲームはババアを殺すゲームではないのでね、先に進んでいかないとね。お、かがり火発見いたしやした。オッケー、じゃあ行きましょう。ここがチュートリアルゾーンですね。どうしようかな。無視していこうと思う。あー、行こうかな。やっていこう、やっていこう。確かアイテムとか手に入るんでね。行くんでーす。ちょっと不気味だけどね。あー、敵いる、敵いる。ただ、ババアを倒した私に怖さはないですしね。バカ野郎、お前ごときじゃ相手にならんぜよ。お前もじゃ、お前もじゃ、お前もじゃ。ウェイーベベベイー。謎のうめき声。いるー、なんかいる。後ろから、後ろから。確か、はい、決まった。はい、一刀両断じゃ。わっち、ビーター、いきなりビーター、やめて。そういうのやめよ。そういうの、体良くないからやめようぜ。今ちょっとドキッてしたよ。あいつはフルフルか。モンハンのフルフルがいるじゃないか。後で勝負を挑みに行こう。トゥートゥルトゥートゥルル、先に進むんです。アイテム発見、アイテム発見。ダガーね。オッケーオッケー。これ確かいい武器だよね。確かいい武器。じゃあ早速ですが装備していこうよ。ダダダダガー、ダダダダガー。おいえ。俺はまた一つ強くなった。敵がいる。弓矢か、卑怯な。オッケー。後ろ取っちゃうよ、後ろ取っちゃうよ。はい、ジシカよこせ。わー、一発。一発。ファイト、一発、一発でーす。あ、まだいる、まだいる、まだいる。カモン、カモン。おい、おい、おい、えい、ウェイウェイウェイ、弱いねー。おー、ちょっと待って、敵多い、敵多い、任せろ。全然問題ない。痛い、弓のやついる。危ない、危ない。あいつ後ろから撃ってきてる。反則じゃね？反則だよね。オッケー、剣も持っとんのか、こいつ。わーわーわー、まずいまずいまずい、死ね。おー、危ないよ、切るんじゃないよ。親に言われなかったか、人切るなって。危ねえだろ、そんな刃物持ち振り回してたらさ。ちょっと霧の向こうには何がある。出るんです。おうおうおお、どこだここ。危ねえ。あ、落ちる。あ、危ない危ない危ない。落ちるとこ、落ちるとこ。あ、これあれだ、巣だね。ねえ、ツルツルちょうだいだ。オッケーオッケー。持ってない持ってない、ごめんね。ここでね、特定のアイテムを。あ、ノノノノ、危ない危ない危ない。何今のラグ、怖いって。やめて、今画面ぐじゃったよね。怖い怖い。ああいうのやめてや。下手したら落ちてたからね。ここにね、ツルツル石っていうのを置くと、アイテムもらえるんですけど、確かまだ持ってないので、この辺ではゲットできないのでね。ゲットできたら持っていこう。持ってないもんはやれへんねん。こっち行こう。霧の中に入るんでーす。こっちには何がある。あ、またまた敵いるよ。お、ここまずいな。敵また多い。あ、ふっ、てっ、ゲッチ。あ、まだ残ってる。微妙に。わっ、まず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 い。死ね。あ、なんだ。終わった。ああ、よかったよかった。死ね。許さん、バカ野郎。お前だけは許さんで、バカ野郎。ほら、ほら、死ね。逃げやがった。姿消しやがった。死体を燃やしてやろうと思ってたんだけどね。残虐なこと考えてたんだけど。ちょっと待って、ジャンプでどうしてたっけ。ジャンプ方法は確か、あ、R3 か。オッケー。L3 ね。よし、あっち側行こうよ。落ちないよ。ふっ。ゲーチ、危ない危ない。落ちるとこだった。アイテム何これ。アイテムは黄昏そう。黄昏そう、何の意味があるんだ。落ちないよね、CR のみだから。ジャンプ、ウェイで上に参ります。はしごの上に参ります。あ、まで、俺ちょ、体力回復しておいた方がいいかな。体力がないので、雫石で回復しとこうかな。ロックオン定めて、上から、上からドーン。不意打ちドーン。あ、まずいまずいまずい。横にもいる。まずい。ふふ。おお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 、びっくり仰天。危ない。おいおいおい、後ろからとか反則じゃねえか。上から切って人間が言うのもなんだけど、後ろからは反則だよね。上はありだけど、後ろはなしにしようぜ。さて、扉がある。何の扉だ、何がある。アイテム発見。敵はいない。オッケー。びっくりした。ひび割れた瞳の赤いオブ手に入れました。何の意味があるのかさっぱりわかりませんがね。さて、霧の奥に行くんです。またどこに出てきたんだ、これ。あ、ここに出てきたね。なんかアイテムある？何もないアイテムは。うん。じゃあラストこっち行こうかな。霧はこれで最後になるね。オッケー。こっちに行くんでーす。みょーん。敵、ん？
どういうこと？敵一体いるね。こう下、ああ落ちたらCRのみだ。確かこれ倒すんだよね。周りをよく見ろ。倒す。ほい。弓打つなバカ野郎。今倒してんだろ。空気読めよお前。おかしいだろ。こっち倒してる最中に弓打つバカがどこにいるんだよ。許さんぞお前。お前みたいな人間俺一番大嫌いだ。なに？まずい。ふっふっ。ゲッチ。ほいで後ろ。ゲッチごっさんでーす。行こう。ちょっ。あ、ノーノーノー。外した外した。まずいまずい。まずいまずい。俺たち絶対これ死んじゃうパターンのやつじゃないの。待て待て待て、上から弓とかいうふざけた野郎がいる。え、どこどこどこ、上どうやって上がんの。あ、こっか。オッケーオッケー。あのノノ、後ろが刺すのやめて。今ものすごい刺さってるから、今ものすごい刺さってるから。バカ野郎、俺はお前みたいな人間が一番大嫌いでたまらないんだよ。死んでまえ。俺に弓打ったこと後悔しろ、ハゲ。ハゲっていうのは害悪だね。最悪だ。立ちが悪い。さて、また霧の向こうに出てきたよん。あ、まずい、敵いる。カモン、カモン。オッケー、オッケー、オッケー。ホイゲッチ、ホイゲッチ、ホイゲッチ。ホイゲッチ。死ね。後悔しろ。俺に挑んだことだ。さて、こちら行きましょう。まずはこれを倒しておくんですよ。倒すんでーす、蹴るんでーす。そしてね、こっちにいる白い魔物を挑戦しちゃってもいいかな。いいかな、あそこにいるよね。何あれ、ガタイは良すぎるね。ガタイクソいいやつだ。オッケー、カモンバトル。ドゥルン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 。わあわあわあ、オメガ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 。わあ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 。オメガ、え、2体いる。2体2体2体。え、マジで2体いたの。死んじゃう死んじゃう死んじゃう。逃げましょう、こういう時には逃げましょう。カモン来いや来いや。どうした、おい、バカ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 。悪口を言ってたら来るだろう。オッケーオッケー。こいつたちを落とす作戦ですよ。こっちに連れてくるんだよね。うまく落とすんだ。こっち来い、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 こっち来い。カモン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 。よし来た、ナイス、落ちろ。こっち来い、うまく、こっち来い。落ちろ落ちろ。落ちない、落ちて落ちて。ノッノッノッ。落ちろバカ野郎、落ちろ。バク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 、すまん、落ちろ落ちろ。落ちてるよね、落ちてるよね、右落ちてるよね。お、落ちて落ちて、落ちろ、落ちたか、落ちろ落ちろ。何してんのこいつ、何をしてるんだこいつは。オーケー、あれ動きが止まったぞ。おい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 、切り放題じゃないか。まさかの展開やってきた。なぜか止まった。ののののの、バレたか。え、何してんのこれ、怖い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 。でも倒すチャンスやってきたよ。おいおい、みなさんみなさんみなさん、まさか。ああ、まずい、こっち向いた。何こいつ、情緒不安定、怖い怖い怖い。おっ、わーおー、せっかくダメージ与えたのに。うわ、腹立つわ。ダークソウルの始まりじゃねえんだよ、そんなトロフィーいらねえんだよ。いやもうね、あんな奴らに喧嘩売るの俺もうやめますわ。勝てない勝てない。あのでかいやつって強いから、どのゲームでも一緒ね。やっぱでかいやつって強いよね。なので先に進もう。あんな白いやつに喧嘩を売ったのが失敗だったね。ここからダークソウル2物語が始まります。これで終わりだ。綺麗な景色がやってきた。始まりの場所、マデューラでございます。そしてね、ここにいきなりアイテムがあるんですよ。取っておいて。女神の祝福だ。そして確かこっちにあれがいるんだよな、緑のおばはんね。おばはん、おばはんどこいる。おばはん、まずはマデューラのかがり火をチェック。おばはんおったね。あそこにおばはんおるよ。おばはん何してんだ、そのとこ。何黄昏れてんだ。おっしゃ、ババアからエストビー、そしてレベル上げができるようになりました。こっちの青の契約もしていこうかな。おっしゃ、契約していきましょう。ビヨーン。海よ、俺の海よ、綺麗だ、夕日めがけてダイブですよね。死にますよね。皆さんやめておきましょう。海へダイブすることはものすごく危険な行為でございます。あ、これあの鍵屋になりますね。これ武器屋になるんですけど、まだ鍵が開いてないので何もできないのかな。あ、そうだそうだ、鍵をゲットしないとね。鍵どこで手に入れるんだっけ。アイテム発見いたしました。これは何じゃ。時計、ダンボール、ダンボールじゃねえ、タル時計。ダンボールってなんだ何この謎のインド人的な。美味しいカレー作ってくれそうだね。おお、宝箱、ドゥルル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 
あ、そしてこの石をね、倒すとね、いいことが起こるんだよ。だだだだ、エストのかけら知らない方はいませんよね。おお、豚豚豚、何この豚、何この豚、うわ、気持ち悪い、うわ、なんかちょっと犯されてる豚だね。おっしゃ、じゃあ次のかがり火目指してやっていこう。マデューラはこれにておさらべで、わーわーわーい。ん？あ、そうだそうだ。ここにアイテムがあるんですよね。パラララ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 ララララララ。ドゥルルルー。錆びついた効果。何の効果があるのかさっぱりわかりません。効果だけにね。面白いでしょ？ね、面白いって言ってよ。面白いと思った方手挙げて。一人二人、いやゼロだね。思いきしゼロだね。そんなのはいいんだ、どっちでも。で、これどっち行くんだっけ。あー、レバー上げるのね。オッケー、レバーを上げましょう。ギュンと引くんぐえーす。これ引いたらこっちも上がらないの。こっちは何なの。何でもないのね。オッケーオッケー、行こう行こう。開けや、早く早く開けよ。お前チューチュートレインやるぞ。ファンファンウィーキーズステイステップやるぞ。おいおいおい、エグザイルじゃねえんだよ俺は。次行くんです。先に進むんです。おー、なんか来たよ。何ここ、怖い、不気味。絶対なんか強いモンスターいると思うわ。何これ、こっち先なんかあんの。何もない、何もないって怖い。うわ、ちょっと待って、この橋なんか途中で真ん中あたりで折れそうな感じするんだけど、大丈夫。あ、普通に渡れるね。うん、よかったよかった、何の問題もないね。あ、そうだそうだ、こっち道あるんだよね。これ行こう。これ宝箱発見、ゴッツアンドウェス。なんだ人の像、いいね。あ、これ落ちたら C あるのみパターンだね。ジャンプしないとあかんパターンだ。じゃじゃじゃ、ジャンプ。おー、危ねえ、落ちるとこだった。そしてアイテム、イエスイエスイエス。朽ちた巨人の森にやってきた。オーケー、ここにはね、たくさんの敵がいるから要注意ですよ。いた、早速いた。カモンカモンカモン。おい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 、はい、死ね死ね死ね、はい死ね。オーケー、ごっつぁんでーす、ごっつぁんでーす。さて、まだいるだろう、出てこいや、かかってこいや、喧嘩上等。へい、オーケー。死ね、長刺し。おいえ、こっちにも、おっつ、わ、指危ない、どっかに指いる。どこだ、どこに指がいる。切られてる、俺今ものすごく切られてる。死ね、トリケッチ、死ね。オーケー、指どこ、あそこか。おいおいおい、卑怯じゃないか、遠くから攻撃するってさ、卑怯だよね。おお、こっちにもいる、まずい。タップタップ、ゲッチ、あ、強いね、ちょっとこいつ。アイテムゲッチ、雫石いただきました。この奥にも確かアイテムあったよね。あ、あったあったあった、よかったよかったよかった。うん、アイテム何。おお、不死のソウル、いいじゃない。わっつ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 、まずまず、何これ、ちょっと待って、なんでこいついんの。わっつ、何こいつ、なんでここいんの。上から降りてきたのか。あ、上、あ、上にいたのかもね。気がつかなかったな。よかったよかったよかった、挟まれたよ今完全。俺死んでんじゃねえもう。はい、てなわけで1回目の実況はこれにて終了したいと思います。若干グダグダ申し訳ないね。次回また実況するので、もしよかったら見てね。じゃあバイバーイ。おー。